桜学院小等部6年ゆいはあと少しで中等部になる。じゃあね、課外授業の席順を決めていきたいので、みんな背の順に並んでください。はい。そんなゆいの一番の悩みは、やばいね、やばい、まだ意味ない。なるほどね。はい、じゃあ小さく前へ並べ。身長はずっと小さいまま。4ヶ月前モアに身長を抜かされてからずっと一番前。はい、わかりました。じゃあ皆さん戻ってください。はい。いや、ね、見ての通り今日もこんな感じで。アイリーン、ずるい。やっぱこの春になっていくとやっぱりこうどんどん、ね、桜学院で一番大きいアイリーン。授業でもいつもほら、ああアイリーンみたいに大きくなりたいな。それもちょっとワンパターンなんで、どんどんやっぱ外にね桜学院が出て、届かない。取ってあげようか。あ、ありがとう、大丈夫。あ、リノンくん。あ、はい、大丈夫。小さくったっていろいろやれることはあるんだから。キャー！おい、そこ起きろ、起きろって。おいおい、お前授業中寝るとはいい度胸だな。あ、すいません。めちゃくちゃ目立ってたよ、体おっきいから。え、おっきい。え、なに、寝ぼけてんの、アイリちゃん。え、アイリン、ゆい、アイリンじゃないよ。え、アイリちゃん眠って記憶喪失になっちゃったの。みんな何言ってんだろう。なんでゆいがアイリちゃんって呼ばれちゃうんだ。授業でもいつもほら座ってさ、あー手も長い、足も長い。それもちょっとワンパターンなんで、どんどんやっぱ外にね、おー背も高い。季節だからな、すごい。こんな風に見えるんだ、ね、に混じっちゃってもいいし、マリマリって上から見るとこうなってるんだ。授業ね、課外授業。おお、どうしたすか。したいなと。うん、なんでもない。はい、じゃあね、次の課外授業の席順を決めたいので、みんな背の順に並んでください。はい、では小さく前へ並べ。あ、松井、あの大きい順じゃないからな。あ、そっか。ついついいつもの癖で前に来ちゃった。一番後ろ。リノ、取ってあげるね。はい。ありがとう。大きいっていいな。モアはもっと牛乳を飲んだ方がいいと思うよ。え？どうしたの、いきなり。うん。え？言ってみたかったんだ、このセリフ。お、階段だ。いっぱい飛ばしちゃおう。アイリちゃん、大丈夫？大丈夫？思い切り突進してきたよね、今。あ、そっか。いつもならくぐれる高さだったから。うっ。おい、そこ。起きろ。
いや、起きろって思う。授業中に寝るとはいい度胸だな。あ、すいません。めちゃくちゃ目立ってたよ、席一番前だから。え、一番前？え、何、寝ぼけてんの、ゆいちゃん。え、ゆい？ゆいなの？え、ゆい、眠ったまま記憶喪失になっちゃったの？あれね、あれ、うん、戻ってる。なんだ、夢だったのか。あ、いた。夢なのにおでこに絆創膏？あれ？